Ay. お疲れ様です。わざわざ。どうも、調子は。あ、まあ、きつそうだな。そうっすね。今日これ、2枚。あ、本当ですか。うん。ありがとうございます。クロワッサン。はい。あ、座っていいっすよ。いい。はい。個室なんだ。個室ですね。へぇ。どうでした、スリーバイ。あ、スリーバイ、あ、なんとか優勝できたよ。あ、本当ですか。うん、とんでもない。大丈夫か、じゃあ。どうだったの、手術。うん、内容聞いてないけど。え、終わったんだよね、手術。はい。ちょ、元気ないの。いや、そのことないっす。なんない。ここはどこだ、なんすな。はい。ごめん、なんか。いや、ふざける組じゃなかった。いや、ちょっと、うん、本当なんか、誰にも言ってないっていうか。うん、どうした、まあ、バスケ関係には何も言ってないですけど。うん。まあ、手術終わったんですけど、うん、まあ、でも明日説明あるらしくて。うん。俺も詳しく聞いてないんで、まだわかんないですけど、うん、膝から下をなんか切断。切断？今動かないのか。いや、動くんですけど、うん、今はなんかその俺も詳しく明日説明があるんですけど、医者から、うん、いや、だから正直なんか信じられなくて。いや、切…え、なんで切るの。いや、わかんないっすね。なんかそのいろいろ毒みたいなのか。毒？わかんない。手術で？とりあえず明日なんかそういう説明があるらしくて、うん、深く探るなみたいに言われたんですけど探るなってなんだよ。いや、今はなんかちょっと取ったんですけど、うん、ちょっと腫れ、まあまだこれ手術をちょっとむくんでんな。あ、そうですね、うん、いや、なんか、いや、そのまだ 100% 切るわけじゃなくて、まだそのまだちょっと経過見てて。あ、そうですね、経過見て。でもこのままだとなんか、うん、ダメだって、うん、相当重症だったんじゃねえか、じゃあ、じゃあ、うん、バスケなんてやってる場合じゃなかったぞ。でもなんか今すぐにその切断とかじゃないらしい、うん、なんかこれ以上悪化したらみたいな。そうだから今後、いや、わかんないですよね、まだ俺も なんとも言えないですよ。で、だから今ももう、まあ、Twitter とかあのでは結構他のメンバーとかにも大した痛みはないって言ってるんですけど。言ってるよな、別にな。そうですね、本当は全然歩けないですよね。そりゃそうだろう、だから歩けたらそれは問題ないってことだろう。はい、本当だから松葉杖ついても超ゆっくりみたいな感じなんで。マジでこれ誰にも言わないでください、本当。言えないだろ。はい、詮索しちゃいけないんでしょ。あいつら全く心配しないやつだって。ニコ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 してバスケットしてたもん。どうよも。あいつらもニコ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 してたもん。ずっと飲み行ったもん。純の話一切しなかったもん。っていう冗談でしょ。いや、冗談じゃないですよ、これ。いつものあれじゃないの。いや、違います、マジで。あ、本当？あ、そう。いや、本当ですよ、これ。あ、ごめんごめん。いや、なんか、いや、そういうあれかなと思って。やっぱ、え、本当なの。いや、本当っす。あ、でも今すぐじゃないっすよ。いや、ちょっと本当にマジでこれ誰にも言わないでください。いや、言えないって。俺の口から言うんで。いや、まさかこんな悪化してるのは。ずっと痛かったっすけど。ずっと痛かったんだな。まあ、今横になってるのはそんな痛くないっすけど、うん、今はもうそういうのじゃなかったんだ。はい、いやいや、全然大丈夫っすけど、うん、いや、俺も逆、その逆の立場だったら信じられないんで、うん、ちょっと、トイレ行ってきていいですか。あ、いいよ。はい、うん、トイレ行くの手伝おうか。あ、いや、ないです、松葉杖車椅子大丈夫か。はい、ナイス。じゃん、あいつ歩けんじゃねえか、あいつ。やっぱ嘘だろ。これカメラあんだろ。